行為の一覧では民間航空機に対して行われたテロ行為や破壊行為について記述する。ハイジャックによるテロ行為は航空機ハイジャック事件の一覧を参照のこと。テロ組織による民間航空機に対するテロ行為や軍による民間航空機の撃墜などの破壊行為は戦時中だけでなく平時にも偶然行を問わず様々な理由から多数起きている。 この中には、故意の破壊行為による事件と断定されたものの、被疑者が特定できず、その破壊行為の背景が解明されていないものも含まれている。形態としては以下のものが挙げられる。機内に持ち込まれた爆発物や可燃物が爆発、炎上して飛行機を墜落せしめるもの。テロとして行われるケースと保険金目当てで行われるケースの二つに分類される。 後者については、保険金をかけた人物を、期待もろとも爆殺する場合と、自身に保険金をかけて自殺する場合の二つが含まれる。保険金目当ての場合、事故だと誤認されやすいと思われて実行されるが、実際には発覚するケースが多い。墜落事故とは異なる痕跡が証拠となる残骸に、しっかりと刻まれるからである。対空ミサイルによって撃ち落とされる場合と、 戦闘機によって撃墜される場合とに分類される。原因も、誤認や広報ルートのミスで知らない間に、領空侵犯を犯すなどのミスによるもの、またテロや戦争中など故意に行われるケースに分類される。武器を持った乗客が、コクピットに押し入って、パイロットを殺害し、その結果墜落するというもの。ハイジャックの過程でそうなる場合とは別に、 パイロットや会社に個人的な怨恨を抱いていて犯行に及ぶケースがある。パイロットが故意に異常な操縦をすることによって航空機を墜落させるもの。抱えている悩みや怒りを晴らすために周りを巻き込んで自殺する場合と、やはりテロの一環として行われるケースがある。発生日、航空会社と便名もしくは機体記号、または機体名製造元と、 機種犠牲者数事故の状況個別の記事がある場合には、詳細として、内部リンクボーイング247ソ連軍のスホーイ、スマイナス15戦闘機。ありがとうございます。